北海道の名付け親でアイヌ民族とその文化をこよなく愛した松浦武四郎、その功績を称える武四郎祭りが2月26日尾上町の松浦武四郎記念館で開かれました。武四郎祭りは松浦武四郎が生まれた日と亡くなった日がどちらも2月であることから毎年2月に開催されていて、今年で22回目を迎えます。オープニングセレモニーの後、三雲中学校吹奏楽部の演奏が行われ祭りを盛り上げました。また尾上小学校の児童で結成した武四郎守り隊が武四郎さんから学んだことを激仕立てで披露しました。それまでの私たちの生活を大きく変えました。続いて国の重要無形民俗文化財であるアイヌ古式舞踊が帯広カムイ東夷国保存会の皆さんによって披露されました。酒造りの歌と舞や弓の舞などさまざまな舞が披露され、最後に来場者もステージで一緒に踊るなどアイヌ文化に親しむ機会となりました。前に進むしかないのだ。また劇団ドラマシティによる寸劇松浦武四郎が上演され、アイヌの人たちを守った武四郎の功績が紹介されました。ステージ発表のほか、会場では北海道の物産や飲食コーナーをはじめ、切り絵でアイヌ文様を作る体験コーナーなどが設けられました。来年の平成30年は松浦武四郎生誕200年、北海道命名から150年という節目の年で、さまざまな記念行事が行われるということです。